決まった時の気持ちどうでしたか？たくさんの方に愛されている作品の声を務める時って嬉しいと同じぐらいちゃんとやらなきゃっていう、こうプレッシャーとか責任みたいなのが同じぐらい来るというか、私はむしろこっちの方が上だな。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。忘れないように、色褪せないように、形に残るものが全てじゃないように、言葉をもっと教えて、夏が来るって教えて、僕は描いてる目に映ったのは夏の